こんばんは、みのり薬店のおしぼです。デブ酵素撃退で、ちょっと待ってください。絶対痩せる、こんばんは、みのり薬店のおしぼです。今言いましたように、このデブ酵素っていうのについてちょっとお話したいと思います。このデブ酵素っていうのは皆さん持ってられるわけです。痩せてる人も太っている人もですね。これはなんでやねん。はい、人間が氷河期で絶滅した時にですね、やはり寒くて凍え死んだり、食べ物がなくなって、まあ飢餓状態になる。それを人間の DNA っていうのは残して覚えてるんですね。ですからエネルギーを貯めようとしています。でもそれを冷蔵庫に食べ物食べてても電気停電なかったわけです。そうなんじゃない、体内に溜めてるんですね。それをどういう形かと言ったら、唐揚げ食べたらそのまま残ってるんじゃなくて、唐揚げの栄養素を脂肪として蓄えてるわけです。それがよく増えてくると肥満になるんですけども、その脂肪を減らさないようにしようとしてるわけです。なんでやろう。先ほど言ったように飢餓状態の時にそのエネルギーをまだ使ったりするために、この脂肪を減らんように、減らんようにしてるわけです。それがデブ酵素だと思ってください。ほんで逆に痩せ酵素ってなんやねん。それを使って痩せようとする働きなんですね。ですから例えばダイエットをしよう、よし何も食べんとこう、空腹時を作る。するとお腹は減っているので体に食べてるエネルギーを使おうとするんですが、そのデブ酵素が邪魔をちょっとするわけですね。太ってる人は少しでも食事量を減らして痩せようとするんですけど、それは逆にデブ酵素を生んでしまう。また痩せてダイエット成功して痩せてる人もですね、体重を、脂肪の量をキープしすればしようとするほどデブ酵素というのが出てきて邪魔をするわけですね。これは人間の生体防御反応なんですけども、そのあたりを注目してですね、うちのダイエットはいろいろあの手この手とやっております。皆さん痩せてはりますので、今年ももうあと3ヶ月、そろそろ真剣にですねダイエットする時期に来ておると思うので、ぜひ絶対痩せるっていう感じでですね頑張りましょう。お問い合わせは下の方に書いておりますので、お気軽に連絡ください。女性スタッフもいますよ。お待ちしております。